今日は久しぶりにビスコッティを焼こうかなと思います。クリスマス近くなるとクッキー焼いたりとかよくするんですけど、ビスコッティ久しぶりなので、まあ同時に2種類作っちゃおうかなと思っていて、まあ、1種類はココアと、あとチョコレートチップ、それから前回サンクスギビングの時に作ったアーモンドプードルの粒の粗い方を、もったいないのでちょっとローストしたので、これも入れてみようかなと。もう1種類はお茶の葉っぱ入りの、まあ、ドライフルーツとか、あと刻んだナッツ、それから家にあるいろんな適当にスパイス類を入れて、作ってみようかなと思います。今日の夕飯はチキンスープにしようかなと思ってます。サンクスギビングの後に足の部分、なんていうんですか、ドラムスティックと、あともも肉が安く売ってたんで、そのドラムスティックを焼いた骨から取ったスープ、ターキーのスープ使って、もう適当にある野菜でチキンスープ夕飯に作ろうと思います。チキンスープが煮えるまでに少し時間がかかるんで、その間にビーフジャーキーを久しぶりに明日作りたいなと思っているので、今日のうちに、今夜のうちにジャーキーをスライスしてマリネードしていこうと思うんですけど、以前作った時はバーベキューソースを使ったんですね。で、今回は照り焼き味にしたかったので、ソイソース、醤油とかその他の材料でやろうと思ったんですけど、その他の材料がちょっと手元になくって、もう、まあ、簡単というのもあって
バーベキューソースまた買っちゃいました。前回はスパイシーなバーベキューソース使ったんですけど、これはスパイシーじゃないみたいで、しかもまあグルテンフリーってなってたので、まあ、適当に近くのお店であったものを買ってきた。もう何でもいいと思う、何でもいいんですけど、ジャーキー作る時に脂身が多いのはあんまりジャーキーに向いてないってことで、脂身が少なめの肉、もしこういう脂の部分はもうなるべくカットしてていくんですけど、あとこの繊維をに沿って切るとちょっとハード固めのジャーキーになるみたい でこう繊維を断ち切るようにした方が、まあ、もうちょっと柔らかめのジャーキー